こんばんは、速稼塾の久保です。今回花龍馬さんね、いいところに気がついたというかね、気がついていたんでしょうね。一人で生きている、一人で稼ぐってことは実はですね、一人で稼いでないってことに、本当に思いを止めなくてはいけないんですよね。こうやって私も動画更新をしていますけども、なんで動画を更新できるかっていうと、実はですね、見てくださる人がいるというね、前提があるから、これはね大きいんですよ。もちろん私は誰も見てなくても多分動画を撮ってる変態だと思いますけども、でもやっぱりね、私がこうやって動画をアップロードすると、あ、ためになるなーっていう気持ちでね、コメントを入れてくれたりとか、あ、すごい気づきがありますみたいなね、感想を書いてくださる方とか、そして返信動画を作ってくださったり、返信ではないんだけども私の動画を見て自分なりのブログ記事を書いていただいたりとかね、そういうふうに私の発信を楽しみにしている人がいるという前提で私はお話しすることができるんですよね。これは動画を作ると必ず再生数が上がってくるっていうところに裏打ちされてるんですよ。確かに再生数が20とか30だとちょっと少ないかなって感じることもできますけども、想像してみるとね、毎回毎回自分が喋るときに20人30人が目の前にいて話を聞いてくれてるっていう、そういう前提で仕事をしてると想像したらどうですかね。きっとですね、ものすごく緊張したり、モチベーションが上がったり、もっと正確に話したいとかね、もっと上手に話したいっていう風に鍛えられると思うんですよね。ですんで、動画を作れるっていうこと、話せるってこと、自分が成長できるってことは、もしかしたら聞いてくださる方、見てくださる方がいるからと言えるかもしれません。そうなってくると、花山さんね、ビジネスができているっていうのは、その収入が多かろうが少なろうが、多くの人が関わってくるってことを忘れられないですよね。例えばね、花山さんはメルカリで転売をやってるかもしれません。でも、そのメルカリって誰かが確実に出金して運営してるわけですよね。しかもメルカリに出金する人は1人や2人ではないと思います。きっとアップロードされた画像とか文章とかをチェックする人もいれば、正確に取引がなされているかどうか、そういうのを確認する人もいるでしょうし、ポイントがね、メルカリのポイントが増えたり減ったりっていうのをきちんとできてるかなっていうふうに、そのコンプライアンス上の問題もありますんでね、銀行法とかも関わってきますんで、外部監査とかも入ってるでしょう。そして法律顧問っていうのもいると思いますし、メルカリの CM 担当もいると思います。そう考えてると、もうね、数百人という単位の人が花龍馬さん1回の取引に直接的間接的に関わっているところにもなると思うんですよね。そして肝心なのが、メルカリで商品を買った人だけがお客様じゃなくって、全然数字に現れてこなかったり、普段見過ごしてはいるんですけども、あ、花龍馬さんが出品してる、どうしようかな、買おうかなと思って買わなかった方、もしくは何かの原因でその時たまたま買えなかった方っていうのも絶対いると思うんですよ。というのが、出品一つに対して何人の方が群がっても買えるのはたった一人なんですよね。そう考えると、一人の人に商品を発送する裏には、その商品を買うことができなかった数人数十人がいるってことが想像できますよね。実はね、昨日ズームライブをやっていたんですけども、その時間はどうしても予定が合わなくて見れないんですとか、見ようと思っていたんですけど見逃してしまいましたみたいな人がいるんですよね。そうなってくると、ズームライブにその時間にオンタイムで参加した人もすごくね、ありがたいんですけども、参加残念ながらしたいんだけどもできなかった人も数名ね、そうやってこぼれちゃった人もいるってことを考えると、本当にね、いろんな間口でアウトプットを広げていけば、あ、久保さんの情報だったら、花屋ロマさんの情報だったら受け取りたかったんですっていう人がもっともっと増えるかもしれないと思うんですよね。まあ、ですんで、こうやって YouTube の動画もいいと思いますし、インスタグラムに余裕があったら広げていくのもいいと思いますし、ブログみたいなね、テキスト、文字ですよね、文字で伝えていく方法もあるかと思います。このように私たちはさまざまなチャンスに囲まれてるんですけども、やっぱりね、自分に実際の利益があった時だけ感謝して、自分に直接の利益をもたらしてくれなかった人のことを忘れがちなんですが、やっぱり思うのは、動画を更新していてもね、物言わぬ再生数ってやつですかね、コメントを書いてくださったり、直接何かメッセージをしてくださったり、商品を買ってくださったりって方の裏には、感動したり気づきがあったり、いろんな思いを巡らしたりとか、心の中でファンではあるんだけども、でも直接私たちにメッセージを送っていない人もいるんですよね。その人の行動とか言葉をいかに引き出すかってことが、これからの私たち情報発信者に
求められていることであり、足りてないところなんじゃないかなと思います。そうなんですよね。今日のテーマに戻れば、私たちは一人でビジネスをやってますけども、一人でやってるわけではないっていうね、まあ、こういうふうなパラドックスに陥るんですよね。私もおかげさまで隠居ができていますけども、隠居ができているってことはどういうことかっていうと、その隠居を支えてくださる方がいる。特に私が YouTube を発信しますから、見ている方が恩人ですよね。見てる方、聞いてる方、例えば YouTube の再生数がテーマによっては落ちることがあります。落ちた時にはどこに原因があったのかってことを、その数字が教えてくれてるんですよね。アップロードの時間が単純に悪かったかもしれませんし、テーマが悪かったかもしれない、タイトルがいまいち心に引っかからずに、内容を本当は見ていただいたらね、分かっていただけるはずなのに、タイトルが悪くってクリックをためらわしちゃったのかもしれませんし、サムネイルの出来が悪かったのかもしれないと、いろいろと考えられますよね、うん、もしくはなんかね、大きなイベントがあって私の動画なんて見てる暇はなかったみたいなね、そんなタイミングもあったと思います。まあ、もちろんね、これだけの動画を量産してると、細かいディテールをそういったね、バランスをとって放送する余裕はなくなってくるんで、ただベタログに上げてるだけになっちゃいますけども、いずれにしてもその商品が一つ売れた、再生数が上がった、チャンネル登録が起きた、チャンネル解除が起きた、全てにおいて縁を感じて感謝を持って接しないといけないかなってことですよね。花山さんはいかがお感じでしょうか。一人で生きているということは一人で生きてないということなんですよね。特にフリーランスをやってると深く感じるんじゃないですかね。結局自分が何かことをなそうと思ったら、それを認める人がいなければできないってことなんじゃないかなと思います。それでは本日は以上でございます。